なんでだろう、血色感ない。投稿やストーリー、投稿やストーリー、あ、ストーリー載せます。めっちゃ載せてなかった、全然載せよう。コロナ早く終わってほしいね。コロナさ、韓国とかわかんないけどなんか収まってんじゃない？人さ、なんか本当に出てないじゃん、外。なんかもうそろそろ良さそうだけどね。どうなんでしょう。もう私のお家からはマスクは消えました。あのコロナじゃない時からさ、マスク溜め込んでて学校とかによくつけてってるから、でそれで使ってたからさ、コロナとか関係なくもうないんだよね。ショックのパー。俺も今日メンチカツから出てきたチーズでやけどした。そこめっちゃ熱々のチーズだったんだね。かわいそう、マジ痛いんだけど。真っ赤だよ、ほら分かる、これめっちゃ腫れてんの、めっちゃ痛い。ナタニーちゃん今日メイクちょっと薄め。メイク薄い、メイク薄いかも、ちょっと分かんない。てか多分むくんでんのかな、まだ起きたばっかだから。なんかさ、チークとか結構ちゃんと入れたんだけどさ、全然ね見えてない。配信だから見えてないのかな、わかんないっす。トマト、トマト食べてんの。韓国はナワルどころか世界2位のヤバさ。そうなの、日本は治ってんじゃない。え、もうかかってなくない、あんま増えてなくない、大してね。なんか私マジ危機感なくて4日間連続ぐらいマスクなくて免疫とかいました、全然。でも全然元気だよ。でもなんか電車とか乗ってたら目の前の若いうちぐらいの年の子なんか二重にマスクつけてた、びっくりした。チーズじゃなくてマグマ絶対美味しいじゃんそれ、めっちゃ好きなやつ。可愛いよ顔、可愛くない、嬉しい、ありがとうございます。韓国感染者今日で5000人、やばー、怖っ。5000人はやばいね。韓国怖い、5000人か、すごい。日本は安全な方だね、俺ら若者は大丈夫かも。あー、それはあるかもしれない。暇ー、暇ー、暇だよー、暇だよー、寝ようかな。でもメイクして寝ると肌に悪いんだよね。若いほど危険じゃない、若いほど危険じゃないみたい。中に濡れマスクしてから上からめちゃくちゃ、それは絶対かかんないよね。アマゾンプライムで楽しむ、いいな、アマゾンプライム最高。で最近バチュラーを見てました、ずっとハマってた、あの恋愛のやつ。シーズン3までしか出てないけど見てた。ってことでどうしようかな、私はちょっと今から寝るので配信終わりましょうかね、終わりましょうかね、迷います、終わろうか迷います。おやすみ、おやすみ。コメントいっぱいしてくれてありがとう。アマプラワールドチャンネルリンク、何それ、何それ、見てみようかな。ありがとうね、おやすみ、おやすみ韓国のあんちゃん、ありがとう。ワールドチャンネルリンク面白いよ、本当見てみようかな。仕事まで暇だから寝ますか。おやすみ、バイバイ。見に来てくれた人ありがとうございました。
見たら報告するね。します。おやすみ、まゆちゃん。バイバイ、またね、アナさん。バイバイ、またね。またね。おやすみー。